はい、こんにちは。昨日、米長衛生規制の詰め醤油を紹介したんですが、その時に米長衛生規制の指定関係を間違えてしまいまして、芹沢博文九段は、高柳敏夫門下ですね。高柳敏夫先生の、詰め醤油も紹介したことがありますが、米長衛生規制は今日紹介する佐世雄二門下ですね。米長衛生規制当時が弟子の頃っていうのは、内弟子っていうのが原則で、まあ全員が全員じゃないですけども、うち弟子っていうのは、もう小学生の頃から師匠の家に住み込んで、まあ雑事をこなしながら修行すると。修行するといっても、師匠が弟子に将棋を教えるってことは原則なかったと思います。俗に、師匠が弟子と将棋を指すのは入門の時と破門の時だけというようなふうに言われてましたけども、まあもちろん、師匠が現役のまま弟子がプロになれば、それは公式戦で当たることもありますが、そこで弟子が勝つと恩を返すというような表現をします。ただ、佐世雄二さん、佐世雄二名誉九段が実会してたのが、ある時、まあちょっとご褒美に将棋を教えてあげようかと思って、米長少年に、じゃあちょっと一番教えてあげようかって言ったら、いや、師匠と指すと、師匠止まりのプロになってしまいますというふうに米長衛生規制は言ったそうですけども、まあもちろん、それは冗談、半分冗談で、貧しい時代に、うちで生活をしてもらった恩は一生忘れないというふうにはおっしゃってましたと。で、今日紹介する後手攻めなんですけども、もう本当にシンプル簡単、秒で秒殺なんですが、まあ初手、当然飛車を、で王手する、あ、これって一応あり得る。これあり得るけど、ちょっと、無理っぽい、詰んじゃう。詰まないですね。先に、こっちでも、詰まないですね。詰まないですね。はい。なんで、まあ、最初に銀はまあ、とりあえずなさそうで、飛車がなるんですけども、まあ、飛車がこっちに、まあ、ついなりたいですよね、安全だから。あえ引かずと。でもこれは、金なら詰みますけども、銀だと詰まないと。いうことになっちゃうんで、4二飛車なりはダメと。で、まあ、そうすると、まあ、これはもう、この筋はもう一目で見えるようになるといいんですけども、とにかく玉は下段に落とせと。で、これでも上に逃げたら、それはもう竜で簡単に詰んじゃうんで、取る一手と。で、次に銀打つときに間違ってこっち打っちゃダメですと。こっち打つと。で、1二に逃げて、2三金までという、まあ簡単な後手詰めなんですが、これ見てまずパッと思ったのが、これ香車の方が図的には実戦っぽくて綺麗なのになと思ったら、これは香だと余詰めが発生しちゃうんですね。いちいちこれ飛車で取っちゃって構わないと。で、これはもちろん取る一手。ってなんですが、その時に、香だと、銀打って、こう打って、これが歩だと、打ち歩詰めで打てないんですけども、香車なら打てるし、別に香だったら、この状態で、先に香打っても、大道詰め将棋みたいな、収賄しても全く意味がなくて、こう打って、こう打って、こうまでと。いうふうに、余詰めが発生しちゃうんで、まあ、いちいちは香車じゃなくて、ちょっと残念だけど、歩でしたと。ということで、詰め手順は、2一飛車成と。同じく玉。3二銀。1二玉。2三金までの後手詰めとなります。じゃあ、もう2問。はい、2問目なんですけど、これは、ご覧になった方もいるかもしれませんが、以前紹介した古典名作の筋と全く同じなんで、まあ、これ実戦だったらちょっとっていうような手ですが、もう、詰め将棋ですよって言われるとも、一目で最初に目につく手が正解になるんですけども、これまあ、飛車が2段目に効いてるんで、もう3段目から桂馬が打てればそれでおしまいなんですけども、まあ、残念ながらこう、角が効いてると。で、まあ、竜で王手しても、まあ、最初に竜で王手しても、これ、合駒されて、桂打っても、やっぱり角が効いてると。いうふうに、角がよく効いてるんで、桂の打ちたいところには、角が効いてると。どっちから打っても、効いてるんで、先に竜で王手しても、とにかく桂馬が、打っても角で取られちゃうということになってるんで、じゃあどうしたらいいかっていう一工夫は、つったらもう、いや最初にこれもダメですと。で、まあそっか、一瞬ちょっとは、こういう手も一応考えなきゃいけないのか。銀持って。まあこれが銀で生飛車だからつまないですね、やっぱりね。こう打ってもここに逃げられちゃうし。こう打ったらここに上に上がられちゃうし。っていうんで、まあ、銀を取るような手はちょっと一瞬考えても、まあ、考えもしませんでしたけど、今初めて考えましたけど、
まあそれではないと。となるととにかくこの角の利きを一箇所にまとめたいとなればこうと。これはもうどこに合駒しようと合駒の場合はもう今角の利きがもう両方止まってるんでどっちから打っても詰みとなってしまうのでこれはまあ取るしかないと。でこっちで取ったらこの一直線になった方に先に桂馬を打って角の利きがここに効かなくなったんでこれで詰み上がりと。ですからもしもこれをこっちで取ったら今度は先にこっちに打って取らせて1-3で詰み上がりということになります。のでまあ初手は、まあ、詰め将棋ならではの手ですけども焦点に竜をバックすると2四竜で同じく角はまあどっちでもで一直線になった方でで桂馬というご説明になります。とじゃあもう一問。はい、3問目なんですけど、これは、一見広くて、金駒2枚、大駒なしで、これ一体詰むのかという感じが一瞬するかと思いますが、こういうの実戦で詰ますと、まあ、非常に気持ちがいいでしょうね。で、しかも実戦でありがちな手筋なんですよね。っていうのは、やっぱり、もう、格言通り、金はとどめに残したいと。まあ、ですから、こういうのはもう一目ダメと。どっちにしても。もう上行かれちゃったら、これどうにもならないと。ここに隙間がある上に、まあ、王手もそんな続かないと。ということで、もう、先に金を使うのはダメ。で、実戦でよくあるのが、とにかく、まあ、どっちから打つかはよく考えるとしても、銀を、こう、2枚並べて、お互いの連携なくても、これ、取れないんですよね。どっちを取っても頭金が残るんで、どっちを取っても頭金。どっちを取っても頭金。だし、逃げても頭金。なんで、こういう銀2枚並べた格好とか、まあ、角と銀を2枚、1段目に並べた格好って取れないと。となると、まあ、逃げる。じゃあ今仮に1一銀だとこう逃げたと。でその時に上に行かれてもこの場合金が残ってるんで頭金なりこれがあるからとにかく下から銀で上に行かせるなり下段に落とすなりしたいんですけどもこれで落とすのに今打った銀で落としたんじゃ何やったかわかんないんで落とすとしたらもし先に1一打ったらこんな風にでまあこれで取ってくれればそれはありがたいんですけども、これは、この場合はこっちの広い方に逃げられちゃう。っていうことは、銀を打つのは1一じゃなくて、こっちからですね。もうこれもとにかく取れないんで、下がれない取れないので、一旦上行く一手と。で、ここで、まあ、隅っこの方に追いやる意味で、1二銀ならずと。これは、とにかく上に逃げる手は、どっちに逃げても、金を打つだけなんで、これは、で、こっちに逃げた時にも、今度はここに金が打てるんで、1二銀ならずはまあじゃあ取るしかないと。そしたらこれで腹金で積み上がりということになりますと。まあ実戦で詰ませたら気持ちがいい感じの詰め将棋です。これは先に3一銀と。こっちだとこっちの方に最終的に逃げられちゃうんで、3一銀。で、取ると詰んじゃうから上行く一手。で、そこで1二銀ならずと。上がれば金を打てばいい。こっち行ったら4二金があるんで、1二玉に2二金までのご手詰めとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。